スタートしました。16頭ちょっとタックスヘイブン出遅れました。まず先行争いですが、シーズグレイスが行きました。シーズグレイスがまず先手を取ります。レインボークイーンが2番手、3番手スプリングバンブーとブライトサンディー、うちにアローアゲインが5番手、あと中段は KS ミラー、岸アマゾン、さらにダンスパートナー中段、北斗ベガも中段のうち、さらにシャイニンレーサーとその外にタックスヘイブン、エリモシック、中段馬群の後ろ、その後にフェアダンス、内からはホマレノクイーンです。後方にロゼカラーと最後方はサイレントハピネスがついそうで、16頭が1コーナーに入りました。まずシーズグレイスが先手を取りまして、リードが1馬身半ぐらいです。レインボークイーン単独2番手、ブライトサンディが3番手から2番手に上がっていきました。第2コーナー、あと3番手にレインボークイーン、4番手にシアマゾンです。その後5番手がダンスパートナー、あとはスプリングバンブーシャイニンレーサー、内からはアローアゲインと中段を形成で、タックスヘイブン、エリモシック、今日は早めに上がっていきました。その後 KS ミラー、フェアダンス、後ろから4投目、その後ろに北斗ベガ、さらにはロゼカラー、後ろから3投目、ホマレノクイーン、その後ろサイレントハピネス、最後方の展開で各馬向こう上面ほぼ中間、先頭はシーズグレイス、リードが1馬身半から2馬身、2番手にはブライトサンディ、3番手には内からレインボークイーン、4番手にシアマゾン、ダンスパートナー5番手追走でアローアゲイン、その後ろエリモシックは今日は早め6番手の位置、坂を登っていきます。その外にタックスヘイブンとスプリングバンブー、北斗ベガ中段の後ろ、あとはシャイニンレーサー、フェアダンス、後ろから4投目から上がっていって600、800を通過、あとは KS ミラー、その後ロゼカラーとサイレントハピネス、ホマレノクイーンが最後方で3、4コーナー中間坂を下りました。団子になってきました。固まった600を通過、シーズグレイス先頭か、シーズグレイス、あとはレインボークイーン、レインボークイーン、その外からはブライトサンディが後位集団、あとはシアマゾン、エリモシック、5頭が横に広がってくる、その後ろダンスパートナーは内をついている、シーズグレイス先頭、シーズグレイス先頭、あと2番手争いからはシアマゾンが追ってきた、シアマゾン、エリモシック、シアマゾン、エリモシック、ダンスパートナー、さらに追い込み勢からフェアダンス突っ込んできた、フェアダンス突っ込んでくる、さあシアマゾン、ダンスパートナー、シアマゾン、ダンスパートナー、うちシーズグレイス粘っている、スプリングバンブー、さらにはフェアダンス、フェアダンス、ダンスパートナー、シアマゾン、フェアダンス並ぶようにゴールイン、3頭並んでいました。手が上がったのはダンスパートナー、シー騎手ですが、シアマゾン、フェアダンス並んでいます。